どうも皆さんこんにちは、ひとり親方です。今回は、支柱にかけてね、針の強さを調節できる結び方をご紹介します。その名もファリモンドフリクションヒッチというね、ちょっと長い名前ですけど、じゃ早速やっていきますね。左側から紐をかけて、で末端がね下に来るようにして一回ループを作ります。こうですね、まあ、左手でいったら左手でこう返すような感じ で、その後それを上にかけて、左の紐の上にかけてね、でこの紐に対して2回ねくるくると巻くんですよ。こうね、1回2回こうですね。でこの2回巻いてきた中心のループに末端の紐を引き解けにして通して出来上がりと。で出来上がったら、あのよく引き締めてくださいね。このここになってる4つのくるくる巻いてるところで引く力をね、あの固定するので、これをよく絞ってないと強度が出ません。はい、これでね止まるんですよ。すごいでしょ。で動かしたい時はこの結び目を持って、で紐を引いてやったら自由に長さをね変えることできますから、便利な結びですね。で引くと一発解除という。よくインターネットで、あのこの手の結びでは、あの自在結び、トートラインヒッチって言ってね、まあ、やり方は説明しませんけども、こう2回かけて、で最後はクローブヒッチで留めてるっていう結び方ね。これがよくあの引き合いに出されて紹介されてるんですけど、僕はこれあんまり使わないんですよ。なんでかっていうと、あの 針の強度を、まあ、長さをですね調整するのに、この2つですね、2つ動かして留めないと移動できないんですよ。ここね、長さを調整したいっていう時にこの2つを持ってしないとできない。これが非常に面倒くさく感じるんですよね。だからできるなら、その調整する時の、ね、針の調整は1点で持ってできたらいいという考えなので。あともう一つですね、以前にあのアジャスタブルグリップヒッチっていうのもご紹介したことがあるんですよ。これも僕よく使いますね。これはその今日紹介したあのファリモンドフリクションヒッチと比べると結び目がすごいコンパクトに収まりますね。これも長さを自在に自分の任意な、ね、長さで調整できるっていう結び方です。これはあの以前にやってますので、またカードから見て参考になさってください。じゃあ今回はループのね長さ、針の強度をね自分で調整できるっていう、このね、2回巻いて結ぶファリモンドフリクションヒッチのご紹介でした。ちょっと名前が長いですけど、まあ、ぜひ覚えてください。